いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はグランドハイアット東京ベンチキッチンのロブスターフェスティバルをご紹介いたします。こちらのロブスターフェスティバルはコメント欄でもおすすめいただいてまして、やっと行くことができました。こちらのロブスターフェスティバルは、ディナーの前菜のビュッフェに加えましてロブスターがついているコース、それから前菜のビュッフェプラスロブスターもビュッフェのコース、そして、前菜のビュッフェプラスロブスタービュッフェプラスシャンパンフリーフローのコースとあります。今回は私は前菜ビュッフェにロブスターのビュッフェもついたコースをお願いしています。メニューはこちらになります。右側の方が前菜のビュッフェになりまして、ビュッフェ台に用意されているお料理になります。そして左側がロブスターのビュッフェになっております。上の段のアトランティックロブスターのハーフ、そしてシュリンプカクテル、メバチマグロのマリネが、ついたものがお席に最初に運ばれてまいります。そして左下のロブスターのハーフ、こちらは温かいものになりまして、グリル、そしてスチーム、テルミドールから選ぶことができます。こちらは、オーダーしてから作ってくれるそうなので、だいたい20分くらいかかるそうです。それでは早速ビュッフェ台を見ていきましょう。こちらはシャンパンフリーフローのシャンパンのようです。まずはマグロの炙りとかぼちゃのサラダ、お隣がスパイシーロブスターとほうれん草のディップクルディテ、サバのブランダード、ホタテ貝とスモークサーモンのタルタル、パンプキンスープ、シーフードとじゃがいものグラタン、タイガーシュリンプのグリルペンネパスタ、ロティサリーチキンかぼちゃのブレゼ、シーフードパエリア、マロンシャルロット、ベリームース、洋梨のタルト、ブランマンジェ、そしていちごのショートケーキ、ペンネパスタは蓋が開くとこんな感じです。前菜のビュッフェは思ったよりも品数が少なくて、このね、数日前にモーニングのビュッフェに行ってるんですけれども、モーニングの時にお料理が置いてあるところに全部ビュッフェが並ぶのかなと思ったら、そこにじゃなくてパンとかが置いてあるちっちゃいビュッフェ台にお料理が並んでる形でした。それでは1品目見ていきたいと思います。ロティサリーチキンとかぼちゃのブレゼ、手前がシーフードパエリア、お隣が、シーフードとじゃがいものグラタン、こちらがタイガーシュリンプのグリルペンネパスタ、お隣がスパイシーロブスターほうれん草のディップ、そしてマグロの炙りかぼちゃのサラダとサーモンのタルタルとサバのブランダード、こちらは、ロブスターの冷たいもの、そしてエビのカクテル、メバチマグロのマリネになります。ソースが3種類ついてまして、左からレムラードカクテルビネガーになります。氷の上にね、持ってあって、すごい見た目もね、豪華です。そして最初からいちごのショートケーキを持ってきました。あとはかぼちゃのスープ、まずはスパイシーロブスターのほうれん草のディップ、これね、ただの普通にスティックサラダだと思って持ってきたら、このね、ディップがめちゃくちゃうまい。ツナっぽいなと思ってたんですけど、編集の時にメニューを見て後からロブスターだと分かりました。このね、ディップの部分にロブスターとほうれん草と入ってるので、すごいね、なんていうんだ、ソースっぽくなくて、本当にこうディップよりももっとこう重ためなので、このスティックサラダにつけるにはちょっとね、食べにくいんですけど、ただこのディップがすごく美味しいのでおすすめです。そしてこちらがマグロの炙りとかぼちゃのサラダになってます。マグロどこだろうと思ったら、そこの方に入っております。
そして一番奥にこのちっちゃく刻んだかぼちゃが入ってます。かぼちゃはすごいちっちゃいのでね、そんなに存在感はないです。この底の方にマグロがねゴロッと入ってるので、マグロの存在感はあります。お次がサバのブランダード。これはね結構しょっぱめ、すごい魚感があります。でまたこれ私タラだと思って食べてて、この編集の時にあサバかと思って、それであーと思った感じです。そしてこちらがホタテとスモークサーモンのタルタル。すごいねこのスモークサーモンのスモーク感がしっかりしてて、ホタテはねあまり存在感がなかった、まあサーモンの割合が多いので、でもこれもね美味しかったのでおすすめです。続きましてタイガーシュリンプのグリルペンネパスタ。これはトマトクリームソースっぽいんですけども、アメリケーヌなのかどっちかなと思って食べたらトマトクリームソースでした。そしてこれエビどこにいるのかなと思ったら、ちっちゃくね入ってました。エビがちっちゃく時々入ってて、あとはこのペンネにトマト、優しいトマトクリームソースが絡むパスタになってます。次がロティサリーチキンとかぼちゃのブレゼ。こちらのかぼちゃはねそんなに甘みはなくて普通、ちょっとこのまま持ってきたんですけど、手前のにあったソースをかけたら多分ちょうど良かったのかもしれないです。味はねそんなについてませんでした。そしてこちらのロティサリーチキン、こちらは、皮がねパリッパリっていうよりはパリッっていうくらいで、お肉は柔らかめになってて、なんかねすごい優しい感じのチキンになってました。味付けもそんなに濃くなくて、こちらは手前にあったソース少しかけてきたんですけれども、それでもちょっとね優しい味だったので、ソース多めでもいいのかもしれません。お次がシーフードパエリアになります。これもね具がすごくて、アサリとエビとタコ、それからお魚も入ってて、もうねシーフードもりもりですごい、ロブスターにばっかりね気を取られて今日来たんですけども、ロブスター以外のシーフードもすごくて、こんなにシーフードいいのっていう、なんかねバリのジンバランだっけの方で、こう海辺でシーフード食べられるところとかあるんですけど、なんかねすごいそれを思い出した。去年の1月にバリに行った時にもうねこれでもかっていうくらいこの海辺でねシーフードが出てきて、もうねそのイメージ、惜しみなくいろんなお料理にシーフードが入ってます。そしてこちらのパエリアはこれもね味やっぱり優しめ、そんなに味が強くなくてシーフード感を生かしてる感じになってます。ここで温かいロブスターが登場いたしました。焼き方をスチームとグリルとテルミドールから選べます。まず左側がこちらがスチーム、そしてソースがすましバターとハーブガーリックバターから選べますが、お隣のすましバターをお願いしています。そして中央がグリルになります。こちらは、このガーリックバターをお願いしました。そして一番右側、こちらがテルミドールになります。これなんかグラタンみたいな感じでホワイトソースで、仕上げてあります。先にジャガイモとシーフードのグラタンをいただきます。これはねジャガイモの厚めのスライスと、あとはシーフードがエビやタコなどが入ってます。じゃがいもはねちょっと厚めにカットされてますが、若干固め、そんなにこう柔らかく火は通ってない感じで、でグラタンのソースもドロドロっていうよりは割とトロトロというかサラサラというか、こうあっさりめな感じに仕上がってます。本当に今回のビュッフェは何食べても大体シーフードが入ってるので、シーフード好きなあなたにはおすすめです。そして冷たいロブスターいただきます。こちらは横についてたエビのカクテルで、まずはビネガーソース。このビネガーもねなんかねこう酸っぱすぎずで、なんかちょっと美味しかったです。そしてこちらがカクテルソース。エビのカクテルって私美味しいって思ったことないんですけど、このソースはね今まで食べた中では一番美味しかったです。そしてこちらのレムラードソース、なんかマヨネーズベースな感じですが、一般的なマヨネーズよりももっとねまろやかして、なんかちょっとおしゃれな感じの味でした。そして冷たいロブスターいただきます。これねビュッフェのカニとかもそうだけど、このロブスターを剥くのにすごい時間が取られるんじゃないかと心配してたんですけれども、心配無用、こんな感じでスルッともう抜けるようにしてくれてるので簡単に食べられます。
もうね、ロブスター食べ放題なだけでもありがたいのに、もうこんなに簡単にさらっと食べれる状態で出してくれるなんて、もうね、ありがたすぎます。結構今つけてるのビネガーソースなんですけど、結構これがねお気に入りだったのでいっぱいつけてます。ロブスターはね、本当に厚みが肉厚で、そして甘みがあって、もうね、ロブ感めちゃくちゃあり。そしてこちらが冷たい、ロブスターの横についてましたメバチマグロの、マリネになります。これはね、見た目にもレモンが入ってますけども、まさにね、このレモン味っぽい醤油ベースのポキみたいなのをねイメージしてたんですけども、全然違って、もっとなんかレモン和え風なさっぱり爽やかな感じです。そしてパエリアもほんとね、具沢山でシーフードを堪能しまくりです。この辺でショートケーキを挟みたいと思います。こちらのショットケーキはフィオレンティーナブティックに売ってるのと、まあ、ちょっと形は違いますけど、だいたい同じ感じになってます。なので、できればこの間のね、いちごソースみたいなのはない方が好き。でも、中にね、ちゃんといちごが入ってくれてるのがすごい嬉しいです。このね、ご飯続きのところで、今、このショートケーキでちょっと胃がリセットされました。それでは温かい方のロブスターもいただきたいと思います。まずはこちらの、スチームに澄ましバターをかけていただきます。そして真ん中のグリルにはこちらのガーリックバターハーブバターを添えていただきます。もうほんとね、これ出てきた、このね、ロブスター出てきた段階でね、ものすごいいい匂いがして、しかもね、この食べやすさ、そして肉厚さ、もうね、この動画の中にこれだけロブスターが長時間出てくる動画もなかなかないんじゃないかなと思います。すましバターはかけたんですけど、そんなにね、バターがかかってるかどうかはあんまりわからない感じでした。こちらのガーリックハーブのバターも、そんなね、めちゃくちゃガーリックが強いとか、めちゃくちゃハーブが強いっていう感じでもなかったです。今編集の段階になって、なんかこのロブスターに興奮しすぎてあんまり味分かってないだけかなと思ったり、まあでもね、このいずれにしてもロブスターはすごい、どれも穴にこのロブ感はね、すごいあって、もうね、大満足です。とりあえずね、このスチームとグリルだったら、個人的にはグリルの方がやっぱりなんかこう香ばしさがあっていいかなと思いました。そしてこちらがテルミドール。そしてここでロブスター温かい方の2瓶目が到着しました。冷たい方のロブスターもおかわりいかがですかって回ってきてくれます。で、1個お願いしたら、1個でいいんですか？ 2 個にしますと言われて2個になりました。そしてこちらね、これ何なのか分かんなくて聞いたら、空入れだそうで、さっき使わずにそのまま空下げちゃったので、今度は使ってみたいと思います。この温かいロブスターが、頼んでから20分くらいかかるので、なくなると割と、20分くらいかかりますけど、おかわりいかがですかっていう風に聞きに来てくれます。そしてこの温かいロブスターの中では、このね、テルミドールが、まあ、やっぱりね、一番こう味がしっかりついてる感じがします。このね、ロブスタービュッフェの時点では、もうロブ無理っていうくらい食べたんですけど、今ね、これ編集しながらまた食べたい。このね、ソースの絡み具合がやばい。そしてこれもね、やっぱり食べやすいようにこんな感じでカットされてるので、ほんとね、食べやすくて本当にね、助かる。ここでかぼちゃのスープいただきたいと思います。実はこちらもエビが入っております。ちっちゃいんだけどね、ちっちゃくカットされたエビが入ってます。こちらのかぼちゃのスープはね、美味しかった。私、かぼちゃのスープそんな自分から飲まないんですけども、これはなんかね、かぼちゃ感とすごいクリーミーさがあり、そこでやっぱりこのエビが入ってるせいか、なんかコクがプラスされてる感じがしました。
それではおかわりしたこちらの温かいロブスターもまたいただきたいと思います。そしてこの上の冷たいロブスター、こんなにテーブルの上にロブスターが並んでるなんて本当ね、贅沢すぎる光景。私ロブスター大好きで、すごいねこれ楽しみにしてたんですけども、意外と食べれないもんですね、このロブスターばっかりは。2時間のビュッフェでうち90分間はロブスターをオーダーすることができるんですけど、もうね60分でもうロブ無理っていう感じになりました。そしてあのね、すっごい混んでるのかなと思ったら、意外とこうしっとりディナービュッフェっていう感じでした。ビュッフェですけど、思った以上にこう落ち着いて食事ができる雰囲気で、すごい良かったです。ここで冷たいロブスター1つと温かいロブスター6つを完食しました。あとはおかわりしたこちらの冷たいロブスター2つになります。こちらはレムラードソースとカクテルソースをもねたんまりかけていただいてます。本当にねこれもうこんなにロブスターで贅沢すぎて、そして今見ながらまた食べたくて、でも行っても多分ねまたそんなに食べれないんだろうなっていうのも分かってて、複雑な心境です。もうねあのロブスターに惨敗で1時間ちょっとした時点でこちらの2便目ですが、もはやティータイム。もうね本当にもうロブもう無理ですっていう感じで、とりあえずカフェラテが飲みたいという状態になってますが、ショートケーキとペンネのパスタ、そしてジャガイモのグラタンを持ってきました。そしてアイスカフェラテをお願いしてます。この数日前に、フレンチキッチンのモーニング行ってるんですけれども、その時よりもねアイスカフェラテが美味しかった。優しいトマトクリーム味の、ペンネもいただきます。この中にもあのちっちゃいけどタイガーシュリンプが入ってますので、もう食べながらね、あ、今はもうエビとか思いながら食べました。そしてこちらのジャガイモのグラタンもいただきます。あとはこちらのショートケーキを食べながらアイスカフェラテを飲んで、もうまったりしたいと思います。いかがでしたか？今日はグランドハイアット東京フレンチキッチンのロブスターフェスティバルをご紹介いたしました。もうロブスターのビュッフェで2時間ってちょっと短いかなと思ったんですけども、ロブスターが食べやすいようにこうカットしてくれてるし、そしてロブスターも意外と食べれないので2時間で十分でした。ロブスターが好きなあなた、そしてシーフードが好きなあなたはぜひ行ってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。